でも俺ね、一軒だけめちゃくちゃ大好きな定食屋さんあるけん、ちょっとお前らに共有していい？こもう俺めっちゃ大好きっちゃん。もうね、めっちゃ大好きだ。もうむっちゃ大好きなね、定食屋さんがあるっちゃけど、下北沢にね、トンスイっていうね、定食屋さんがあるっちゃん。で、結構早い時間から、結構11時くらいまで、やっと定食屋さんなんやけど、もうマジで、そう、トンスイ、もうトンスイって、下北沢にトンスイってあるけん、もうマジで行ってほしい。もう本当に、もうね、もうマジで、もうよっぽよぼのおじいちゃんとよっぽよぼのおばあちゃんがやりよっちゃん、2人で。マジで、もうマジよぼよぼのおじいちゃんとおばあちゃんなんやけど、もうマジでうまいと、もうありえんくらいうまい。もうクソほどあったかいけん。もうね、もうあれ以上、実家の飯よりあったかい、普通に。やばいやばい。マジで、しかもクソ安いと、もう超安いけん。あ、そうそう、カツ屋さんなんやけど、そう。マジで、めちゃくちゃ美味しいっちゃん。でね、そう、俺、結構、さ、タイミング見つけては食いに行っともうじいちゃんとばあちゃんが作っとうけん、さ、たまにね、料理の中にね、金だわしの先っちょとかが入っとっちゃう。たまにね、金だわしのチュチュチュって納豆部分とかが紛れ込む、もうおじいちゃんとおばあちゃんがやっとうけん。でも、それを踏まえた上で、うまいと、俺、チュチュチュって入っとっても、外出して、でも、皿に置いたら、あ、これ入ってたんだって、めっちゃ気づかれるけん、俺ポッケに入れて帰るじゃん。もうそれを踏まえてもめっちゃ行くけん、俺。ちょっと体回しの先っちょのチュチュが入っとっても、余裕でいけるぐらい、ガチでうまい。いや、俺もうこれを皿に置いたら、おばあちゃんがめっちゃ傷ついてしまう。もう毎回ポッケに入れるじゃん。もうこれ、バレんよ。でも完全犯罪して、また行こうって思うと俺、マジでうまいけん、また行こうって思うぐらい、もう、そんぐらいうまいけん。もう普通さ、飯屋行ってさ、なんか入っとったらクソが入っとわ、バカたれってなるやん。でも、もう思わん。マジで嫌な気持ちせん。いや、さすがに毎回は入ってないけど、2回ぐらい入っとったしたけど、もう、さすがにさ、なんかさ、飯屋行ってよ、お前さ、食い物にさ、なんか物入ってたらブチギレ案件や、こんなん。言ってただにしてもらうやつや。でも、なんかそれを踏まえて、これ入っとっても、うわ、マジで、なんか美味しかったな、また行こうって、ちんく、お、気をつけていらっしゃい、頑張ってな、ありがとうな、来てくれて。って思うぐらい、本当に美味しいけん。マジで行ってほしい。トンスイは、もう本当に行ってほしいけん。あそこのおじいちゃんとおばあちゃんは有限やけん。お前ら、いつか行こうって思っとったらいけんくなるぞ。マジで。いや、もうマジで。いや、で、口コミにも絶対書くな。俺と約束しろ。絶対に約束して。なんか入っとっても絶対に書かずにポッケに入れて持って帰って。もう本当に、もうこれはもう頼む。俺からの唯一のお願い。仮になんか入っとってもね。なんか仮に入っとっても、もう、絶対に言わんで。マジで。俺もうブチギレるけん。お前らがそんなレビュー書いたの。いやでも、正直、いや食ったらわかる。ちょっとやそっとなんかが入っとうぐらいじゃ、なんも思わん。本当に嬉しい。そう、でも逆にこれを言わんかったら、フォーイがおすすめしてた店でなんか入ってたんだけど、とか言われるのも嫌やけん。やけん先に言っとく。入っとう可能性はある。でも、それを補ってあまりあるぐらいめちゃくちゃ美味しいけん言ってほしい。応援しよう。もう、あそこでもうおじいちゃんとおばあちゃんめちゃくちゃ美味しい飯って、クソ安いけんな。クソ安いけん。そう、マジで、もう本当に言ってほしい。俺大好き。東京で一番好きな定食屋さんやねん、あそこ。でも本当に、もう、あったかい気持ちになるよ。泣くやつおるかもしれん。マジで、言ってん。なんで俺がたわしメルカリに出すねん。誰が嬉しい。あと俺メルカリバンやけん。俺メルカリ赤バンされとうけん。物出せんし、物買えんちゃん。当然、お、言ってらっしゃい。あ、俺が怖くて来させんよ。なんかダイナーにそういう話あったよな。あいつ誰だっけ？なんか劇場版のダイナーで、久保田君がしてたやつ。なんか誰だっけ？なんか毎回さ、なんか、スキンだ。スキンのスフレ。そう、スキンみたいな扱い受けとんかな、俺。なんか物入れとかないといけない。何したらバンになるか、ちょっと俺何してバンになったかは言わんわ。
めっちゃ昔の話やけん あれやけど言わんわ、何言ったかは言わん。でもバンにされるようなもん打った